フラの中継局は、北海道空地郡中フラの町、田中農場の北西山にあるテレビジョン中継局で、ある。フラの中継局中フラの中継局フラの中継局、フラの中継局デジタル放送は HBC、STVTVH も放眼フラの中継局が、受信しにくい両地域に設置されている中継局である。地上デジタルテレビジョン放送送信設備。 地上アナログテレビジョン放送送信設備、地上デジタルテレビジョン放送送信設備、地上アナログテレビジョン放送送信設備 NHK、旭川放送局は東山中継局が2009年8月12日、六号中継局が2009年7月29日に、それぞれ開局し、TVH を除く民放も、両中継局とも2010年11月30日に、開局した。 民放は当初、フラの中継局と対照的に自力建設困難となっていたため、このまま民放が2011年7月24日までに開局できなかった場合は、フラの中継局からの電波を受信することになり、東山中継局を受信している世帯は場所によっては、地理的事情から NHK 旭川放送局しか見られなくなる可能性もあったが、 両中継局とも開局することに踏み切った。TEVH は2012年11月20日に開局。これは、中継先のイクトラ中継局や空地近山中継局とともに TEVH デジタル中継局整備費用を盛り込んだ南フラノ町の平成23年度一般会計補正予算案が2011年12月21日の 南フラノ町議会で可決されたことから整備されることとなった。HBC 北海道放送テレビサービスエリアハット AB 中フラノ町議会だより2012年5月号2ページ及び8ページ2012年5月24日閲覧 AB 日本放送協会編 NHK 年間66日本放送出版協会1966年199ページ 札幌テレビ放送創立50周年記念事業推進室編札幌テレビ放送50年の歩み札幌テレビ放送2008年329ページ北海道放送編北海道放送30年北海道放送1982年741ページ AB 平成24年9月7日 発表地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許、地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許、株式会社テレビ北海道のフラノ、かミフラノ、総務省北海道総合通信局2012年1月31日発行の南フラノ町議会だよりナンバー74、12月定例議会 TVH デジタルテレビ中継局整備事業より、ありがとうございます。